今すぐやろう、30歳を超えたらやりたいことトップ10を話していきます。以前若いうちにしかできないことトップ10という動画を公開しまして、大変好評でした。で、今回は逆に大人にならないとできないことを語っていこうと思うんですよ。大人って何歳からなんでしょうね。法律的には18歳からなんでしょうけども、とはいえ世間って22歳ぐらいってまだ新人フレッシュなイメージじゃないですか。大人って感じじゃないですよね。仕事で何か失敗しても許される新人。でも30歳になったらどうでしょうか。いよいよ若者という年じゃないと思うんです。30歳超えたらいわゆる世間が言うところの大人に入っていくと思うんです。人生のフェーズが変わっていきます。大人になってしまうともうできない体験というのもありますが、大人にならないとできない体験というのもあると思うんです。今回は30歳を超えたら私たちの人生がどう変化していくのか、30歳を超えたら何をやっていくべきか、35歳の私がこれをやるべきだというトップ10を紹介していきます。では行きましょう。うますぎる。なんてトマトだ。いや、30歳超えてくるとだいぶ人によって差がついてきますよね。どう変わっていくのか、私思うこと10個あるんです。これはね、30歳超えてやるべきことのトップ10じゃまだないので、あくまで30歳超えたらどう変化していくのかっていう話をね、私なりにも独断と偏見で話させてください。ちょっともう酔ってます。まず既婚者と独身でライフスタイルがめっちゃ変わります。もう私見ての通りバキバキの独身なんですけども、周りの人はねもう大体結婚してるんですよ。私が創業した会社の役員もみんな結婚してて、何が起きるかぼっちになるんです。だって結婚して子供がいる人たちって会話が全部子供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 なんですよ。私なんて自分という子供をあやすだけで精一杯なのに、いや子育てしててすごいなって思うんですけど、ちょっと共通の話題がなくて寂しいんですよね。で、私よく人生相談とか乗らせてもらうんですけど、子育てが忙しくて孫さんの動画を見て新しい挑戦しようかなって思うんですけど、時間がありません、どうしたらいいですか。知らん、なんで俺に聞くの。バキバキの独身よ。子育てしたことないよ。一応教育という分野に本気で向き合ってきたんで、机上の空論としてはお話できますけども、私も子育てしながら自分のやりたいことを 100% やるってことをやったことないですから。これは残酷な真実なんですけど、これは子供を作った人がいいとか悪いとかじゃなくて、単純に子育てしながら自分のやりたいことだけやるっていうのは無理ゲーですよね。自分でやりたいことだけやりたいんだったら子供なんて作るべきじゃないですよ。結婚するだけだったら正直何も変わらないと思うんですけど、子育て始めるともう全く変わりますね。20代前半の頃はナンパしてチャラチャラしてた人たちが、子供ができた瞬間に急に子供かわいいかわいい言って、脳みそ別の人間に切り替わったと思うぐらいみんな変わってますからね。30歳超えると独身の既婚者でどんどんライフスタイル変わっていくんです。どっちがいい悪いとかないです。でもいつまでも若者的な遊びをしていると知らない間にぼっち。俺今日はどの子にしようかな、一番可愛いやつお前だ。焼き芋アザラシちゃん。おお、全然焼き芋じゃない。次に付き合う人が限定されてきて新しい友達ができない。私だけだったらすいません、私友達の数甘く見てゼロですから。なんで新しい友達ができないのかなっていうと、いくつか理由があって、まず10代から20代で人生のフェーズフェーズで新しい友達できていくじゃないですか。で、たまに会っていきますよね。そうするとこれまで会った友人たちと会うだけで人生の時間が埋まっちゃうんですよ。私もそうです。私友達はいないんですけど、一緒に戦った仲間たちはいっぱいいるので、彼らが今何やってるか聞きたいんですよ。それたまにちょくちょく会うだけでもう自分もやりたいこといっぱいあるのに時間が足りなくなります。そしてでも新しい人と会う余裕がなくなっていくんです。まあ、営業職とかだったら違うと思うんですけど。で、次に価値観が変わっていくんですね。特に感じたのは、これはちょっと偏見入ってますけども、転職を経験している人と一つの会社にどっぷり染まっている人、これはねどっちがいい悪いとかじゃないんですよ。絶対的な正義はないので。でも一つの会社で長く勤めた人ってもうその会社の文化とかカルチャーとか仕組みとかがもう世の中の全ての仕事そうなってるって思っちゃってるんですよ。っていうか知らないんでね、他の会社のこと。一方でいろんな会社を転職している人はいいパターン悪いパターンありますけど、もうちょっと客観的に会社のこと見てますよね。であるがゆえに、
どの会社にもしっかりはまらずにどっちつかずってこともありますし、客観的な自分の市場価値を上げているっていう人もいます。例えば実力がなくても素晴らしい会社に入れた、年収で自分の実力だけじゃなくてどの業界どの会社に入ったかでも決まりますから、もうそれが半分以上です。一つの会社に染まる方がいいケースもあるんです。次に収入差ですね。これも残酷な真実。収入多い少ないが人間の価値ではないっていう大前提で話しますよ。けどコンビニで物を買うときに10円20円を気にして買い物をする人と、ほとんど気にせずに買いたいものを買う人、まあ、無駄なものにはお金を払わない方がいいと思いますけど、一定の市場価値のある人ってもうその悩んでる時間の方が高くつくって考え始めるんで、もうそのぐらい収入に差があると話が合わなくなってくるんですね。それでも仲良くできる方がいいんですけど、難易度が上がるっていうのは事実ですよね。まあ、そうやって価値観がずれて新しい友達ができなくなる。次に夢見る若者ではいられずに焦る。もう30歳超えると大体世の中のことを見えてくるんですよ。全てが分かるとかそんなことは言わないけども、少なくとも22歳とかのフレッシュな頃に比べたら、仕事って何なの、会社って何なの、怖い、とりあえずこの会社になんとか馴染まないとって、それだけで頭いっぱいだった頃からもうちょっと世の中俯瞰して見えますよね。若い頃って右も左も分からない分、頑張れば自分ものすごい面白い人生になるんじゃないかって希望にあふれてます。若い力素晴らしいです。がむしゃらなエネルギーがある。でも30歳超えてくると、あれと、自分ってもしかしたら何者かになれる人生じゃないのかもしれない。別に何者かになる必要なんてないんですけどね。私は何者かになりたいってずっと思ってましたけどね。それは私がただ思ってるだけで、もう呪いですよそんなの。思わない方がいい、そんなの。でかいことしないと生きてる意味がない、そんな考え方は呪いです。燃費の悪い車、人よりもリスクを取って人と違うことをして後ろ指さされないと人生に満足できないんですよ。私はありがたいことにいろんな運が重なって、私から見るとね、失敗したことの方が多いんですけど、これたくさんの人に動画を見てもらう活動ができています。今自分の授業をやってやりたいことできてます。それは本当に運が良かったです。でももし30歳超えて、あれと、俺何者かになろうと思ったのに何もやってないな、というか自分ってあんまり実力ないのかも、才能ないのかも、なんてことを思い出すと不安ですよ。そんな相談いつも受けますから。残酷な真実があります。20代で頑張らなかった人というのは巻き返すのがめちゃくちゃ難しい。20代で人生が決まる、何歳になっても人生はやり直すことができる、その通りです。生きてる本人は今この瞬間が一番若い時なんですから、前向きに考えるしかないでしょう。けど俯瞰してみると、20代で頑張らなかった人間が後から急に巻き返していくっていうのは難易度めっちゃ上がります。巻き返すチャンスはもちろんあります。あるんだけども、20代を適当に過ごしてしまったなと、ちょっと逃げるような人生を送ってしまったなと思ったら、30歳から相当頑張らないといけません。これを見ている方が何歳であれ、私も含めてですけど、今この瞬間からどれだけ頑張るかですよね。それが30歳超えてくるとよりリアルに感じられます。最高のおつまみ作っていこうかな。きゅうりってうまいよね。タツノオトシゴかわいい。海の記憶。次に30歳で気づくこと。仕事でこのままだとダメだと思ってるけど、何していいか分かんない。若い頃は仕事についていくのに精一杯。でも30歳になってくると、自分がもし出世したとしたら、大きい会社であればあるほど、ああ自分あの人みたいになるんだ、それがいい悪いじゃなく、自分のキャリアの先が見えてくるんです。結構上の世代の人たちはいいかもしれません。でもこれからの日本、どう考えても人口も減るし、 GDP も上がらないし、ポジティブな未来見えないですよね。そんな中で10年後20年後同じポジションで同じ仕事ができるのか不安で仕方がない。でもだからといって何をやったらいいかわからない。 YouTube を開けばいろんな人が好きなことやれと言ってます。でも好きなことって何？好きなことって家で漫画読んでゲームしてるだけでお金がもらえるんだったらそれがいいよ。でもそれできないじゃん。どうしたらいいの？好きなことで食っていくの難しいよ。これからの人生どうしようかと悩み始めるのが30代なんです。次に仕事が個人プレイからチームプレイに変わる。20代新人の頃というのはほとんどの会社において与えられたことをしっかりやることが求められます。まずはもう基本的なビジネスマナーですよ。挨拶をするとか、議事録を取るとか、ほうれん草をちゃんとやりましょう。これをやるだけでも精一杯。ほうれん草をやるの甘くないですよ。でやっとこさ仕事を覚えて、ちょっとずつ自分一人で仕事ができるようになってきて、最初の頃と比べたら力をつけてきた気がすると思ったら、分かっていたけど任されるリーダー職、マネージャー職、人を率いるという仕事を任されるんです。そこの世界は別世界です。
社会に出て新人の頃って勉強と同じなんです。10代でやってきた受験勉強と同じ、答えの用意された問題を解いて用意されたものと同じ答えが出せたら正解、それをどれだけ正確にやれるか。でも人を率いる立場になるとガラッとゲームの仕方が変わるんです。そこには正解はありません。全ての人が納得する絶対的な正解はない中で結果が求められる、プレイするゲームが変わるんです。もちろん専門的なスキルを磨いている皆さんは専門職で部下を持たずにスペシャリストとしてキャリアを築いていく方法もありますけど、もうそれだけで食っていける人というのは一握りです。仕事では成長よりも結果が求められる。若い頃は若いというだけでチヤホヤしてもらいました。多少失敗してもああいいよと仕事を巻き取って助けてもらえた。でも30代そんなわけにはいきません。私も過去会社が成長する中でたくさんの面接させていただきました。30超えた方が来てこれからもっと成長していきたいですって言っていたら、ちょっと待ってと、20代何やってたの、言わざるを得ません。だって20代長いから。もちろん30代でも成長していってほしいですよ、その意欲はいいんですけど、20代で成長できていないと説得力ないですよね。もう30超えたら結果が求められるんです。職種や業界にもよります。30代になってからやっと一人前って言われるところもあるでしょうけども、多くの仕事においてはもう言い訳できない年齢なんです。カップヌードルトムヤムクンもやしナムル。どうした？ここまでね、結構真面目な仕事の話になっちゃいましたけど、ここからね、もうちょっと別の切り口で話していこうかなと。30代何が変わるか。老ける人と老けずに変わらない人、あっ圧倒的に差が開いていきます。私呼ばれないんでほとんどそんな機会ないんですけど、たまに同級生に会うとびっくりすることありますもん。誰、若い頃はすごいシュッとしてかっこよかったのに。でそれが悪いことではないんですけども、体重増えて腹が出てもう顔パンパンで肌ツヤも良くない、いわゆる世間がイメージするところのおじさん、特に男性は差がつきます。女性ももちろん差がつきますけども、偏見かもしれませんが、結婚して家族ができて誰かに見られる意識をすることなく不節制を続けて見た目に気をつかない人というのはめちゃくちゃ老けます。でも見た目は努力でなんとかできるんです。でも誰もが避けられないこと、肉体の衰え。私20代前半の頃は1日18時間プログラミングし続けても働き続けても全然平気でしたけど、今はそういうわけにはいかないですね。気を使ってるんで劇的に体力落ちたわけじゃないけど、あの頃の体力には戻れない。1日中ディズニー遊ぶとか無理です。お酒を飲む量も若い頃ほど飲めないですね。もう次の日に残っちゃうし、二日酔いで会社に行くとか考えられないです。肉体の衰えは好奇心の衰えなんでしょうか。やりたいことが減っていきます。大人になったらこんなことやってみたいなと言ってたこと、俗的な海外旅行に行きたいとかハイブランド買いたいとか、そういう欲もあるんですよ。30代でも全然あるんですけど、昔に比べたら落ち着いてくる。別にそんなに欲しくないかな。それはやっぱり一定経験をしてくるから。人生で初めてバーベキューに行くときと人生で50回目にバーベキュー行くとき、いろいろ創意工夫して楽しんでる人は別ですけども、不新鮮な感覚はなくなっていきますよね。最後、恋愛市場の変化。昨日部下に言われたんです。真子さん、35歳超えて独身の男性というのは世間一般からすると訳ありですよ。どう見ても訳ありだろこれ。分かってるよそんなの、一番俺が訳しかないじゃんこんなの。逆にまともだと思ってた。ごめん、まともと思わせて。そこに謝りたい。まともと思わせて申し訳ありません。これよく言われることですけど、いわゆる若さを売りにしている女性というのは30代超えたところから恋愛市場における価値というのは下がっていくと言われますよね。逆に男性というのは仕事を頑張っていれば上がっていきます。これは世間で一般で言われる傾向の話をしています。人間の価値の話をしているわけじゃありませんからね。でもさすがに35を超えると訳ありだそうです。口の中で結婚しやがった。ではここからは30歳超えたら絶対にやりたいことトップ10を話していきます。30歳を超えたら絶対やりたいこと第10位、デザイン性の高い家具を買う。
これ簡単に言うとニトリ、イケアからの卒業です。またまたお金に物を言わせてとか言わないでください。私ニトリ、イケアも大好きですから、むしろ日本トップレベルでいろんな人にお勧めしてきた人間だと思ってます。でもいいんですけど、30歳超えてちょっとだけお金の余裕が出てきたら、かっこいい家具買っちゃおう、かっこいいやつ。私だったら毎日座らない日がないこちらのノーヤスのソファーとか、このダイニングテーブル、めちゃくちゃ調べてもうこれだと思うものを買いました。ダイニングテーブルに合わせる椅子も調べに調べて選んだし、玄関の鏡、ニトリで買えるものでも全然いいんですけど、どうせなら長く使えるものを買おうってことでちょっとかっこいいやつ最近買っちゃった。私はよくフライミーで調べて買ってますけども、ニトリ、イケア、もしくは無印のシンプルな家具でもいいです。でも余裕が出てきたらちょっとデザイン性の高い家具を買ってみるのはどうでしょうか。毎日デザイン性の高い好きな家具に囲まれるだけでテンションぶち上がりますよ。30歳を超えたら絶対にやりたいこと第9位、美術館でアートを楽しめるようになる。アート面白いですよ、アート勉強しましょうよと言われたら、何から学んでいいのって思うじゃないですか。小難しい知識は必要ないんです。一番学ぶべきは歴史です。アートってのは子供でも描けるような絵がなんかすごいこう価値があるって言われたりとか、なんか難しそうじゃないですか。なんかちょっと権威的で怖いですよね。でもそんなことないんです。落書きみたいな絵に価値が生まれてるにはちゃんと意味があるんです。それはアートというものの歴史を勉強することで全てしっくり理解できます。で、歴史も全部暗記する必要ないんですね。ざっくりとどんな感じでアートというものが移り変わってきたのか、それさえ分かれば美術館に行った時の鑑賞が100倍楽しくなります。日本の世界の美術館が全て子どもの頃に大熱狂したテーマパーク、ディズニーランドのような最高のエンターテインメント空間に変わるんです。勉強しない理由ありますか？大人の教養としてアートどうでしょうか。おすすめの書籍概要欄に貼ってますので、そちらは最低限読んでください。美術館に行きましょう、アートを楽しみましょう。面白いですよ。30歳を超えたら絶対やりたいこと第8位、デパコス売り場で好きな香水を探して買う。香水ってどんな印象を持ってます？女性だったら香水集めるの好きな方も結構多いと思うんですけど、男性だったらあんまり縁がない方多いと思うんですよ。いや、私とかね、香水つけてる人嫌いでした。シュッ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 、プン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 、香水つけんな臭い。本当に香水つけてる人とか嫌いだったんですけど、それはたまたま私が嫌をした人がつけすぎだったんです。適度な量であればそんなに迷惑じゃありません。私最近人生でやったことないことやろうと思って、部下のおすすめでデパコスの香水売り場に行って物は試してもっていろんな香水嗅いでみたんです。面白かった。人によってかなり好み分かれるし、うわこれいいなって思うやつはときめきます。香りに恋するって感覚が初めて分かりました。安くオンラインで買えるサービスはありますけど、私のおすすめはやはりデパートに行って実際に嗅いでみて、うわこれいいなって思う一つを見つけること。もうブランドで選ぶ必要ないです。うわこれいいなって思うものを見つけてください。それがちょっと高いものだったらまたいつかお金が貯まったら買おうでもいいですし、それに近いものを探せでもいいですし、結構避けてきた特に男性多いんじゃないかなと思うのでおすすめです。ただつけすぎには気をつけてください。もうシュッシュシュッシュやってると周りの人に臭いと思われます。30歳を超えたら絶対やりたいこと第7位、スモーキーなスコッチウィスキーをストレートで楽しむ。私といえばワインというイメージあるかもしれません。めちゃくちゃ長いワイン入門動画も出してますからね。これ本当に分かりやすく話してるんで、ぜひ見てください。人生で1回は見る価値あると思います、ワインが飲めるのであれば。まあ、それは置いといて、ワインだけじゃなくて、実は私ワインよりもウイスキーの方が好きになったの早いんですよ。てか私最初に飲めるようになったお酒ってウイスキーなんです。大学生の頃一滴もアルコール飲んでなくて、20代前半の頃にまあざっくりまとめると失恋しまして、もうそこで近くのセブンイレブンでもうサントリー角を買ってきて、こうならやけ酒だっつって飲んだら意外と美味しい。それが私が酒飲めるようになったきっかけなんです。なんか強いお酒って苦くて美味しくないってイメージあったんですけど、意外と香り美味しいなと。特にジャパニーズウイスキー、日本のウイスキーはね飲みやすくて美味しいですね。でもそこから始まって、私ウイスキー好きっていろんな人に言ってたら、もうウイスキーガチ勢のおじさまたちにガチウイスキーバーみたいなところに連れて行かれて、結構タバコ黙々で嫌だったんですけど、いろんなウイスキー飲ませてもらって、まあ、その時にスコッチウイスキーというか、まあ、アイラ系というか、まあ、詳しい話は割愛しますけども、簡単に言うと臭いウイスキー、多くの人が初めて嗅ぐと、うわ何これセイロガンみたいっていうようなウイスキー、それにねドハマりしたんです。最初の頃はうわこれやべえと思ってましたけど、こう飲んでいくうちにその刺激がないと物足りないんですよ。こちら青というウイスキーですね。決して安いは言い過ぎなんですけど、比較的買える値段かなと思います。これはかなり飲みやすい美味しいウイスキーです。ハイボールもおすすめ。うお素晴らしいですね。
この余韻感がね、ウイスキーの魅力ですよ。響き、これ最近友人がプレゼントでくれたんで、いただきます。これはいいウイスキーですよ。うわ、おお、仕事やめよっかな。これ最後ラフロイグという、まあ、かなり癖のあるスモーキーなアイラモルトウイスキーですね。これぜひ好きになってほしいです。これめちゃくちゃおすすめです。これ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 なんですよ。多分今画面の外に匂い飛んだと思うんですけど、もうスモーキーなインパクトのある香り、これじゃないとね決まらんのですよ。ダメだこりゃ、うますぎる。まあ、今みたいにストレートで飲むって結構苦手な人多いんですけど、別にハイボールでもロックでも全然いいんですよ。けどストレートでも味わえるようになった上でロックとかハイボールを選択できると、また新しい魅力に気づけます。ぜひトライしてみてください。概要欄におすすめしたウイスキー貼ってます。30歳を超えたら絶対やりたいこと、第6位はトライアスロン完走。私の影響でトライアスロンを始めた人結構いるんですよ。でもね、まだまだっす。私の部下にもトライアスロンいいぞと洗脳し続けて、最近石垣島完走しました。帰ってきた瞬間、トライアスロン初めて完走した部下2人こう言いました。真子さん、来年も絶対行きたいっす。私はこう思いました。だよね、あのゴールテープ切る瞬間の気持ちよさ味わっちゃうと不可逆なんですよ。二度と抜けられない沼なんですね。私膝怪我しちゃってもうリレーとか以外では出れないんですけど、なるべく思い出したのゴールテープを切った瞬間の顔をやりますね。飲みます。トライアスロン何がいいかって、やっぱエンタメ性高いんですよ。泳いでチャリこいで走る、こう人間のこの肉体の限界に挑戦してる感じが気持ちいい。初心者で脱落する人のほとんどは水泳なんです。私もパニックになりかけちゃったことあります。だいたい第一陣第二陣という感じで時間を空けて海に飛び込んでいくんですけど、速い人と遅い人が全然スピード違うんで、もう自分とか大して速くないんで後ろからどんどん追い抜かれるんですね。みんな必死で前に行くじゃないですか。だからもう海を泳いでるというよりは人で泳いでる。で後ろから速いやつがブワー来て、うわーってもう雑魚なんで、海中一番下にも沈んで、もう上見れてないですか。もう人がもういるんですよ、いっぱい。上がれないこの人壁で。水泳だけ気をつけて。逆に言えば水泳さえクリアすればほとんどの人ゴールできると思います。フルマラソンの方がよっぽどきついです。体力的には、体力的にはフルマラソンの方がきつくても、爽快感という意味で私はトライアスロン推しです。特に石垣島は忘れられないです。飛び込んだ時の海の透明度、そのまま渋谷川まで泳いで帰ろうかと思いました。ちょっとお金のかかるスポーツですけども、最高のエクストリーム体験楽しんで。30歳を超えたら絶対やりたいこと、第5位、リッツカールトンに泊まる。大人になったら泊まってみたい高級ホテル。高級ホテル、皆様に支えられているおかげで大変恐縮ですが、いろんなとこ泊まらせていただきました。その体験でまたたくさんの気づきを得ることができました。でいろいろ行ってみて一番良かったのはリッツカールトンじゃなくてフォーシーズンズ大手町でした。でもなんでリッツカールトンをおすすめするか、でもやっぱ間違いないんですよ、リッツカールトン。で最初に行くんだったらベタベタのもうリッツカールトン、もうそこから行けばいいんじゃないかと。超高級ラグジュアリーホテルです。行ってどう思うか、それは皆さん次第です。けど一流のホテルというのがどういうところなのか、全財産投じるようなお金がかかるわけじゃありませんから、一度は体験として泊まってみるのはどうでしょうか。私はフォーシーズンズが好きですけど、一つ選ぶならリッツカールトン、一度はリッツカールトン泊まってみたいですね。めちゃくちゃおすすめのオーストラリアのピノノワール。おお。舌の中で抱きしめました。30歳を超えたら絶対やりたいこと、第4位、シンガポールのインフィニティープールでいかにもな写真を撮る。私去年人生で初めてシンガポール行きました。その時は中田敦彦さんとランチさせていただいて、その後に本田圭佑さんとミーティングさせていただくというかなりハードなスケジュールだったんですけど、その後にあの有名な3つのビルに船がドカーンって乗ったマリーナベイサンズ行かせていただきました。
一番上にプールがあるんですけど、宿泊者しか行けないんです。ベタベタじゃないですか、あのマリーナベイサンズって。なんかちょっと嫌だったんですよ、そういうベタなとこ行くの。マーライオンちっちゃいって聞くし、私が行った時は工事中で見れなかったですけど、で僕マリーナベイサンズ最初嫌がってたんですけど、1回ぐらい行った方がいいんじゃないですかって部下にも言われて、そうかと泊まってみたんです。結構高いんですよね。マリーナベイサンズ入って、もうエントランスがすごいんですよ。もう吹き抜けの空間で、室内に入ったはずなのにバカ広い。あの吹き抜けはね、渋谷の空ぐらいありましたね。あんなに吹き抜けあるのに、周りにバーって部屋があって、そのね、いよいよ一番上にインフィニティープールのところに行きますよと。エレベーターで上がっていって、こう乗り継いでいくんですね。もうドキドキしながらバーって行って、もしかしたらしょぼかったらどうしようとか思ってるんですよ。で、行ってみてどうだったか。人生で一番良かった。初めてですよ、施設に行ってビジュアルだけで昇天したの。圧倒的なんですよ。もう長いプールとシンガポールの近代的な街並み、そのプールを泳いでいて端っこで街を見下ろすんです。私が行った時は夕方でした。思いました、世界撮ったわ。いや撮ってないんですけどね、もうそのぐらいの気持ちになれる。そしてもうベタベタの写真を撮る。あのプール本当に行く価値あります。宿泊費今だったら10万以上かかっちゃうと思いますけども、1回はね泊まってみてほしいですね。価値あります。30歳を超えたら絶対やりたいこと第3位、ガチでスキンケアを始める。スキンケア一体何をやればいいのか、特に男性の皆さんやってほしい。日焼け止め、ビタミン C 誘導体、レチノール、優しくクレンジング、これ毎日やってください。これ美容に詳しい友人が言ってました。日焼け止め、ビタミン C 誘導体、レチノール、これはもう美容業界の人権だと。やってない人間は人権がないと。美容業界なんて恐ろしい世界なんだと。人権がなくなるんだと。国に保障されると思ってたらなくなってた。慌てて私はやり始めました。でも本当に肌ツヤ綺麗になりました。男性だったらヒゲ脱毛もかなり大きいと思います。毎日肌に刃物当ててるとそりゃ荒れますよ。もうそれは前提としてあるんですけど、私非科学的なものは嫌いです。その中でも今言った日焼け止め、ビタミン C 誘導体、レチノールはかなりエビデンス深くて効果あります。レチノールとか A 反応といってちょっと赤くなったりするのあるんですけど、そのデメリットを考慮してもやった方がいい。心の底からお勧めできます。ただ人によって肌というのは合う合わない必ずありますから、自分でよく調べて使ってくださいね。もう30歳超えるともうピチピチの肌ではいられませんから、いつかは肌もシワシャになるかもしれないけど、粘り抜いてやりましょう。やってない人がいたら今すぐ始めるべきです。30歳を超えたら絶対やりたいこと第2位、仕事を1ヶ月休む。特にこれまで仕事を頑張ってきた方、頑張って頑張って自分を成長させて、いつか人生の楽園にたどり着くんだと思っているあなた、楽園たどり着きましたか？逆じゃないですか。頑張って自分を成長させて、それなりに成果も結果も出してきたつもりだけど、気づいたらやらなきゃいけないことがどんどん増えていく。目標を達成したらまた次の目標を達成しないといけない。権限が増えて、部下が増えて、悩み事も多くなる。30代40代いつまで働くつもりですか？私のように働き続ける人生が最高だと、休むなんて一日もいらないって思ってるようなネジが外れた人だったらいいですよ。まあ、それは本当に頭おかしくなっちゃってますから。もしあなたが人生のどこかでゆったりと過ごす時間が欲しいなと願ってるんであれば、今しかありません。特に30代超えたあなた、今すぐです。そうすると一生仕事に追われることになりますよ。若い時にしかできない体験というのがあります。年を取ると楽しみを感じる能力そのものが衰えていくと言われてるんです。老後時間ができたら旅行に行こうと思っていた人、結局行かなくなるんです。もうそんな気力はなくなってしまう。その時その瞬間しか味わえない体験がある。だから私はかなり仕事をしてきてますけど、仕事をしながらではあるものの、何歳であっても海外に行ったり、美味しいものを食べたり、ちょっと背伸びをしていいホテルに泊まったり、体験に投資をしてきました。私のように自営業で自分でコントロールできるならいいでしょうけど、多くの人はコントロールできません。どうやって1ヶ月のようなガッツリ休みを取るのか、シンプルです。仕事を休むんです。いやいやそんな休めないよと。休むんです。休めないんだったらどうするか、仕事を辞めればいいんです。辞めて1ヶ月何もしない時間を作ってください。私のおすすめは南の島に行くことです。何にも追われないゆったりとした時間を過ごしてみてください。別に私は休むことが正解だと思っていません。むしろ私は働き続けてきた人間です。今年もスケジュールびっしりです。朝から晩までやることばっかり常に追われている。一切不満はありません。自分で選んだ道だから、むしろ最高だと思っています。そんな私でも今年1年走り切ったらがっつり1ヶ月ぐらい休もうと思ってます。それは仕事が嫌になってるとかじゃなくて、仕事の楽しさとは別の今しか
かできない体験をやっておこうと思うからです。特におすすめは転職の間の期間、30代気を引き締めて改めて仕事に取り組んでいくぞというその前の準備期間としてがっつり休んでみるのはどうですか。それでネガティブな評価とかありませんから大丈夫です。休んでみてください。新しい景色が見えることをお約束します。あだだだだだだ。道を開けろ道を。おー気持ちいい。君に嫉妬するもんね。こんなに収まれるやついる。仕上げます。うーわ気持ちいい。トリュフの香りが。これ以上うまい食べ物があったらもうそれを消します。僕がこわ決めてることがあって、まあ、将来もし子供ができたら名前 TKG にしようと思って。まこ TKG 息子。30歳を超えたら絶対やりたいこと第1位、子供心を取り戻す。子供の頃には目に映る全てのものに興味がありました。パパあれ何、ママあれ何、いろんなことに興味を持ってちょっと危ないことでも好奇心で突き進んでやって親に怒られました。けどいつの頃からか私たちは好き勝手振る舞うと叱られるようになりました。常識を身につけないとこの社会で生きていくことはできません。社会人になってたくさんの覚えなきゃいけないことがあります。自分の好きなように仕事をしていたら怒られます。何をやるにも許可が必要。権限がないことは全て許可を取らなきゃいけない。それは当たり前です。当たり前なんだけど気づかないうちに自分の中にあるはずの子供心が消えていっちゃうんです。何が自分がやりたいかではなくて何をやったら正解なのか他人の目を気にしながら生きていく人生になってしまってるんです。それは必要なことではあります。でも30歳を超えてくるとモードを切り替えなきゃいけないんです。どういうことか。30歳を超えて特に裁量を持つような仕事をするようになると何をしたらいいですかじゃなくてあなたは何をやりたいんですか、何が正しいかじゃなくて自分がどうしたいかを仕事で求められるようになっていくんです。決められたこれが正解だよなぞる時代は終わりです。絶対的な正解がない中で決めるのは自分の中のワクワク感とこれまで身につけてきた常識や論理、この2つを掛け合わせて社会に多くの人に価値を届けていく。それが30代を超えた人の働き方です。だから取り戻さなきゃいけないんです。自分の中にあるはずの好奇心を、自分の中のワクワク感、これやってみたいあれやってみたいを取り戻していきましょう。一体どうやったら取り戻せるのか。簡単です。これまでやったことがないことをやることです。絶対にやりたくないことあるでしょ。例えば私だったら蛇が嫌いなんで蛇を首に巻くとかはもう絶対にやりません。何があっても。だけど怖いけどこれはやってもいいかなっていうことはたくさんあるんです。あなたもありますよね。それをやるんです。例えば私で言えばゴルフ、一昨年ぐらいから本気でやってみました。おじさん臭くてすごい嫌なイメージでしたけども父親について行ってゴルフやってみました。こういい年こいてすごいドキドキしながらゴルフ場で下手くそなスイングをしましたけど終わる頃には意外と楽しかった。父親とゴルフできて楽しかった。やってよかったと思えた。ああこんな感じだったんだ。嫌なものだと思い込んで一生終えなくてよかったと思いました。そういったやってみるとよかったことたくさんあるんです。そんな新しい体験が自分の中の好奇心を取り戻してくれます。私やってみたいなとちょっと思ってたけど抵抗があったことやることにしました。この動画を撮影している数週間後スカイダイビング飛びます。高いところ正直そんなに得意じゃないです。全然無理じゃないけどヘビよりはマシだけどそんなに得意じゃない。でもね飛びます。空飛びます。それで何の意味があるのか分かりません。危ないんじゃないのか、危ないか危ないかで言うとそれ危ない方でしょ。でも飛びます。そういった自分のやったことがないことをやることで自分の中の好奇心をまた一つ取り戻せるからです。ぜひやったことないことをやってみてください。きっと新しい気づきがあるでしょう。いや今回は飲みすぎですね。明らかにこんだけ飲んでも話せるんだなと思って酒成社長に解明します。もし今回の動画面白かったよかったと思ってくれた方ぜひチャンネル登録お願いします。で私の本気の話はインサイドストーリーズという月額マガジンで聞くことができますので1週間無料試してみてください。公式 LINE 登録もお願いします。お得な情報を配信してます。ということで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。これからも人生にサプライズをテーマに動画を上げていきます。次の動画でお会いしましょう。
入れすぎた。うん、大人カップ。おまけトークです。すごいね、やってみたいことずっとあって、これ話すの忘れてたんですけど、これはなんかみんなにこう言ってほしいというふうには言いにくいんですよ。ヴィパッサナ瞑想っていうのがありまして、10日間くらいだったかな、1日10時間くらい瞑想を続ける合宿のようなものが非営利で行われてるんですけど、これ私の友人よく行ってて、めちゃくちゃきついらしいんですよ。けど10日後には人生変わるらしいです。いや、みんなね、全く別の人間になって帰ってくるんですよね。まあ、また1週間くらいしたらだいたい元に戻ってるんですけど、かなり過酷らしくて、あとはちょっとね、こう見えない力的な側面も、まあ、ちょいっとあるんですけど、まあ、基本的にはまあ瞑想なんですね。こうマインドフルネス的な考え方、それを強制的にやらざるを得ない環境、まあ、スマホとかもいじれないし、ご飯も必要最低限だし、会話しちゃいけないんですね、人と。で、非営利で行われてて費用もかからないということで、ずっとね行ってみたいなと思ってるんですけど、なかなかね時間を空けるの難しくて、いつかね行ってみたいなと思ってます。瞑想とかね、マインドフルネスはかなり私効果あると思ってますので、それに完全に集中できる環境、いつか行ってみたいですね。いや、いつかじゃないですね、行かなければならないですね。でもこれはね、遊び半分とかレジャーで行く場所ではないと思いますので、別に私おすすめしてるわけじゃないんでね、行くのは自由ですけども、ちゃんと趣旨を理解して他の方にこう迷惑をかけないように行ってほしいですね。ではまた。